流行とは、あるものが人々の間に広がること、またはその状態。ある社会のある時点で、特定の思考、表現形式、製品などがその社会へ浸透、普及していく過程にある状態を表す。流行の語源は、物事が川の流れる、洋のごとく、世間に流布する、意味を表す漢語。徳の広まることや、流行り病が広まることを指した。日本においては、流行は、動詞の流行ると混同され、主に後者の意味で使用されるようになった。流行の特徴は、社会の構成メンバーが、ある種の行動様式や思想を模倣する結果として、発生すると言われる。それらの現象は、心理学的、社会学的な分析の対象になる。流行する様式は、少なくとも、直接的には、社会メンバーの自発的意思に基づいて模倣されるとはいえ、人為的に作られる場合もあるし、人々の全く予想していなかったものが流行し出す場合もある。群衆心理学の祖である社会学者のル・ボンは、流行の源泉を人間生来の模倣性に見出した上、この模倣を非暗示性の更新した群衆心理における感染の結果であると考えた。またジンメルは、流行は、階級的であると考えた。流行は人々にアイデンティティを与える。他方では、下層から模倣される上層の作り出す新たな流行によって再生が保たれる。これによって流行には寿命があることをジンメルは説明した。特に大きな流行は人々が従来の生活に飽き、新しい生活を求めた場合に発生するとも説明されている。流行の展開過程は、それの発生、成長から衰退、消滅までをいくつかの段階から捉え、分類することができる。潜在期、ある様式が生み出され、それがごく限られた人々に施行される時期発生期、施行過程を経て、新しい様式の存在が人々に知られ、同調者が現れる時期成長期、新しい様式に同調する人々の数が増加し一斉に、普及率が拡大していく時期成熟期、普及が最大の水準に達し、その伸びが鈍化していく時期衰退期、後発的に採用する人もいるがそれ以上に採用をやめる人の数が増える時期消滅期、採用するものが少なくなり、その様式が消滅していく時期また、流行の生成と消滅のパターンによる分類も可能である。イノベーター理論は、1962年に、スタンフォード大学の社会学者であるエベリット・ロジャースによって提唱され、別名普及学とも言われる。特定様式が流行する過程において、その社会を構成するメンバーを、イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レートマジョリティ、ラガードの5種類に分類したものである。鈴木博久は、流行採用の動機に関する従来理論を、以下の5つに整理している。急激に普及し、あっという間に消えてしまう流行をファッドと呼ぶ。1990年代後半に数ヶ月だけ流行したたまごっちは高齢であろう。一方で、長期にわたり流行し、その社会に定着する流行をファッションと呼ぶ。思想や信仰においても流行が見られる。例えば、江戸時代のじゃないかは、もともとあったお伊勢参りの風習が、集団的熱狂状態となり、爆発的に流行した現象である。現代では、流行に飛びつくのはまず若者である。既成の価値観や規範意識と衝突することが多く、年配者からは逸脱とみなされがちである。流行りを採用しなければ、若者の間ではセンスを疑われるが、流行りが廃れ始めたら本人たちも、なぜあのようなものに心をとらわれていたか説明できなくなることが多い。工業デザインの上にも流行が見られる。船や飛行機など流体に支えられてその中を進む機械のデザインには流線型が合理的であるが、流線形車両が流行した時代には機能的な必然性のないものにもイメージ主体で流線デザインが用いられた。服飾での流行とは、ある一定の時期に非常に採用され、人々の間で広く行き渡っている服飾の様式である。また、服飾デザインに関しては流行の影響が大きい。服装の流行現象には、刺激と飽きの絶えざる繰り返しがあると推察される。ありがとうございます。